ただいまーす。ちょっと待って、マジ。いや、わかんないんだけど、わけが。え、詐欺に引っかかるところだったんですか？ああ、もう全く同じこと書いてあるじゃん。被害届出した方がいいって言われるって。書いてみた？あの、動画撮ってたの？え、まず、電話かかってきたの。6時半とかに、1回、うん。うん。で、それ、プラス、プラス？ああ、国際電話だったのね。国際電話だったんだ、ね。頭にプラスがついてるのって国際電話だもんね。そっか。うん、でも大体0800とか、なんか、営業電話とかかかってくるじゃん、たまに。かかってくる。だから普通に出たの。うん、うん。そしたら、自動音声が最初流れて、うんうんうん。なんか、いろいろ不具合がありましたからって言って、うん。オペレーターにつなぎますっていうふうに言われて、うんうんうん。つなぎました。うん。で、そしたら、今回なんか、迷惑電話をいっぱいされてたので、うん。2時間以内に、うん。携帯が使えなくなりますって言われたの。ほう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 。っていうのは、俺名義で、うん。この携帯以外に、うん。違う携帯を契約してて、うん、で、それがすごいなんか迷惑電話とかをいっぱいしてるから、うんうん、この携帯も2時間以内に使えなくなりますって言われたの。で、下4桁を言われたの。うんうんうん、で、この携帯の下4桁と、なんかもう一つ架空の下4桁言われて、うん、持ってないですってなるじゃん。うん、使えてないっていろいろ言われて、うん、で、で、ちょっとそうなると、被害届を出さなきゃいけないです、警察にって言われたの。でも今ってもう7時じゃん。今から警察署に行かなきゃいけないの？ってなるじゃん。で、交番じゃ無理ですかって言ったら、交番もできません。交番も多分難しいと思いますって。で、2時間以内に携帯使えなくなるとか言われて、え？って思うじゃん。で、ちょっと俺じゃわかんないから、うんうん、寮帰ってきてからがいいなって思って、うんうん、そちらは何時までやってるとこですかって言ったの。うんうん、で、19時ぐらいまでって言ったから、うん、結局、まあ、第三者が、名義を勝手に、うん、使ってね。使って契約されたと思うから、うんうん、ちょっと上司に確認してきますって言って、あの、2時間以内に停止にならないように。うんうん、で、それで一回切れました。あ、切れたんだ。で、その間に、りょうちゃんに連絡したのよ。うんうんうん。で、メッセージ、こう、って言って、うん。で、それでなんか、まあ、りょうちゃんが、うん、どうやって見つけたの？何？普通に、なんかその、翔ちゃんが送ってきた LINE が、まあ、最初なんかいろいろ問題起こったから、早く帰ってきてって来たから、まあ、何が起こったんだろうな、と思って。で、何って聞いたら、携帯が第三者に不正利用されたみたいで、ソフトバンクから電話かかってきて、2時間以内に携帯が使えなくなるとのこと。今ソフトバンクから電話で来てて、何が何だか分かんないって来たから、あ、もう詐欺だなって俺、ピーンって来たの。だってなんでかっていうと、今キャリアソフトバンクじゃないのよ。でもだってこの間まで使ってたじゃん。この間まで使ってたけど、今キャリアが違って、もう別のところと契約してるのに、そこから契約、してるところから来るんだったらまだわかるけど、もう解約してるところから来ることまずないと思ったから。だって詐欺の人が直接電話かかってくると思わないじゃん。なんかメールとかわかるよ。うんうんうん。詐欺ろうとする人が電話かかってくると思わなくない自分に。うんうんうん。で、あ、詐欺だなと思ったからすぐ、それ詐欺だと思うよって送ったじゃん。うん。で、その後にすぐ Google でソフトバンク詐欺って、うん。調べたのね。そしたら、さっき翔ちゃんにも送ったけど、ソフトバンクの名義を使って、名前を使って、電話かけてくる詐欺が増えてますみたいな出てきたから。うん、で、なんかさ、俺さ、これ、ホームページ、ソフトバンクが出してるホームページでさ、全部当てはまんでる。で、まず国際電話からの電話でしょ？うん。あと、個人情報聞こうとしてくるでしょ？はいはいはい。あと、不正利用されてるから、被害届を出す必要があります。うん、ここで被害届って書いてある。だって、いや、あるけど。で、ほら、間もなく電話が使用できなくなりますって。言われた。うん。全く同じこと言われてるからさ。あ、もうこれじゃんって。いや、でね。で、まあ、そうやって LINE 来てる間にもう一回かかってきたの。うんうんうん。僕は正直何が何だかわかんないんですよ、うんうん、って言ったから、うん、寮が帰ってくるまで、もうこっちからかけていいっていうふうに言ったんだけど、うん、切れた。あ、そしたら切れたんだ。もう典型的な詐欺よ。
詐欺の手口。だってもう、誰かしらがいたらさ、もう詐欺だってバレる可能性が高いから。え、なんで詐欺ってなるわけ？で、俺やばい。俺、だって、住んでるとこまで言ってないけど、区は言ったもん。でも中野区なんてめちゃくちゃ広いしさ、で、それで、どうこうなることはないよ。で、何が思い当たるかっていうと、俺、お金、銀行でなくしたじゃん。はいはいはい。え、その時、身分証も取られたかなって思ったの、一瞬。あ、でも、免許証とか。あ、全然全然あるんだけど。うんうん。だから、ちょっと思い当たったから。ああ。まあでもさ、多分、ランダムにさ、いろんな人にかけて、うん、持ち。かけてるのよ、こういう人たちって。うん、絶対、うん。それで、やっぱりちょっとでもさ、あれ？思い当たるな、みたいな。うん。人が、やっぱり引っかかっちゃうんだろうね。なんなんだろうね。この人たち個人情報をさ、取りたいのかな。あ、そうじゃん。個人情報取って次の詐欺につなげるんじゃない？売ったりするんじゃない？個人情報を。まあ、そっか。で、この携帯電話の下4桁を知ってるっていうのは、そりゃ、電話かけてるからわかるよ。そりゃそうよね。そりゃそうよ。で、他のもう一つのやつなんて適当に言えばいいからさ。うわ。もうかけ直してやろうかな。マジで。いや、なんかもうかけ直しますかって言って。かけ直したら国際電話だから、あ、そういうことか。そう、ものすごい請求来るよ。もしかしたら。え、やば。え、もうやだ、なんかもうこういうことばっかり、俺、本当にもう。え、そういうこと、うん、え、それは、え、あ、え、危な。うん。え、そっか。そうよ。だって俺、翔ちゃんとはまた別だけどさ、身近な人でさ、詐欺に引っかかった人知ってるからさ。え、でもそれってお金を振り込んだりしたんでしょ？それは、コンビニで、うん、なんか、あ、ギフトカードみたいなの買って、うんうんうん、それで、なんかその番号を伝えたかなんかで。結構な金額分買ったとか言ってたよ。いたね、うん、うんうん。てか、でもまあまあ、そこまではしないよ。それは怪しいと思うよ。うんうん。でもこれはさ、なんか的確じゃん。警察署に行ってくださいとかさ。そうかな。しかも最初、自動オペレーターだから。え、そういう時こそ自動オペレーターからかかってこなくない？そういう大事なさ。そうね。そうよ。なんで自動オペレーターか、自動の音声からかかってくんのよ。え、てか、でも冷静に考えたらおかしいなっていう点はたくさんあるのよ。え、でも本当にそれがさ、自分にかかってくると思わないからさ、うん、わけわかんないよね、いきなり。え、そもそも電話知らない番号からかかってきた時にさ、すぐ取る？俺なんか取らずにさ、絶対一回調べるんだよね、Google で、その番号を。出ちゃった。うん。だって大事な電話だったら絶対またかかってくるから。で、それで調べて、あ、どこどこ、役場だったらさ、どこどこ税務署とかさ、保健所とかさ、なんかわかんないけど、なんか、施設名がちゃんとしたところからかかってきてるなっていうのがわかればさ、店舗だったりとかさ。そうだよね。またかけ直せばいいしさ。そうだよね。大体調べたらさ、勧誘だったりとかさ、なんか迷惑電話とかさ、そういうの大体登録してあるからさ。え、でもちょっと周りくどくない？どういうこと？だって、だから振り込んでください、今すぐに。とか言ってくれたらまだしもさ、なんかいろいろさ、こういう風にやってください、こういう風に警察署より被害届出してください、うん、ちょっと周りくどくない？だから目的がよくわかんないけど、だからもう本当に個人情報を知りたいんだと思う。だ個人情報を収集して、それ大丈夫かな？売ってるんだと思うよ。大丈夫俺。大丈夫よ。だって名前と生年月日くらいさ、別にどうやってでもわかるでしょ。だって、本名で Facebook とかやってる人も、生年月日載せてる人もいるしさ、どこどこ食うとか、ね、載せてるじゃん、みんな Facebook とか。そこら辺だったら全然わかるからさ。あ、確かに。うん。まあ、俺なんかね。うん。まあ、あなたはもう、働いてる場所まで、テレビで。やめて俺も俺でね、うん、まあ生年月日なんて分かる人には分かるもんね。そうよ。そっか、分かる人は分かるよ。え、てかもう、え、もう、だって翔さんが言った情報なんて大体みんなもう YouTube 見てる人大体分かるでしょ。え、うん、だって名前分かるでしょ。そうね。だってもう生まれた年と年齢言ってるから生年月日分かるでしょ。そうだよね。で、どこに住んでるかっていうのもわかるからさ。どこに住んでるかって、まあ、特定だけだね。詳しくはわかんないけど。東京都とか、あ、そうです、日本とかさ。うわ。まあ、空とかまでだったら別に全然ある。いや、
うん、でもこれは騙されるよ。だからもう気をつけな。わかりました。変な電話、知らない番号からは、かかってきたら一回保留。え、うん、わかった。え、ちょっと、うん、オッケー。うん、気をつけてください。うん、よく特に頭にプラスがついてるような電話取るわ。だって0080とかは、なんか企業っていうかさ、うんうん、ぽいじゃん。企業？うん。あんまないけどね。え、確かにね、プラスってなんで出たんだろう、僕。だから国際電話だったから。まあまあ。詐欺の電話や。だそうでした、うん。気をつけてください。まあでもよかったじゃん。すぐに俺に連絡して。え、だって僕じゃわかんないもん。うん。だからりょうちゃんが帰ってきたらりょうちゃんが対応しますみたいなこと言う。言ってないけど。りょうちゃんって言ったの？いや、違う、言ってないけど。家族が対応するので。ああ。怖え、本当にないの？大丈夫？大丈夫よ。なんかあったらもう無視しとけばいいよ。あ、で、ソフトバンクのその、迷惑、連絡が来たら、電話くださいっていうコールセンターの番号も書いてあって、相談してください。え、相談する？いいんじゃない別に。え、まあでも、ここで発信してることがちょっと。あ、まあそうよ。注意喚起になるからさ。みんな気をつけて、本当に。え、怖い。ありがとう。変な番号からかかってきたら絶対出ないで。一回調べる。わかった。Google で。わかった。うわ、やば、俺、引っかかっちゃうの俺、先に。いやー、なんかさ、怖いわ。俺絶対引っかからないって言ってたのにさ。いや、俺もかかんないと思ってたよ。うん。え、でも、ちゃんと聞いて。でもさ、違う。それでなんか、ギフトカードを、コンビニで5万円分買ってとかで、そうなると、うん、は？ってなるよ。うんうんうん。ちょっと、まあね、周りくどいじゃん。だって警察署に連絡してとか言われてさ。うん。それだけ。もういいや。なんか警察署って言えば信用すると思ってんじゃない？もしかしたら。ああ、信用する。信用するよね。しかもソフトバンクからですとか言ったらさ。うんうん、あ、そう。まあね。じゃあ洗濯物干す。